電柱。電柱とは、電線、ケーブル類を、地上、上空に引く際に、これらを指示するための中上の工作物。電柱には、電力会社が送電、配電を目的に設置する電柱もしくは、電力中、通信会社が通信用ケーブルを指示することを目的に設置する。電柱もしくは、電話中、共用の共用柱、共用中、友果柱、 が中とも言うなどがある。電線ケーブルの端末となる電柱やカーブ区間の電柱には電柱が電線ケーブル張力で倒れないように視線、力のかかる方向の反対側の地面にアンカーと呼ばれる金具を埋めそこから斜めあるいはアームを介して垂直にワイヤーで引っ張るまたは支柱、力のかかる方向に斜めに柱を入れて支えるが設置されている。また 視線や支柱が設置しにくい場合は、視線柱、力のかかる方向の反対側の土地に、アンカーの代わりに柱を立てて、その柱の中ほどからワイヤで引っ張るが設置されている。電柱の目的や役割として、次のようなものがある。ただし、電線類地中化により、パリやロンドンなど欧米の都市部では、電柱はほぼ見られなくなっており、 日本でも首都圏などの市街地中心部では撤去作業が進んでいる。電力供給を行う電柱には以下のような機器が取り付けられる。電柱の強度や設置距離、容態についてはいくつかの数学理論や多くの材料工学による研究が提供されているが、経験学によるところも多く、様々な災害事象において十分な強度を保持しつつ、 経済を維持することはなかなか困難な課題である。電力柱の場合、トランスだけでも1 0 0ラムを優に超え、3 0 0ラムから6 0 0ラムになることもあり、また電線そのものの事長、強風による風圧や振動により増幅された破壊圧などが電柱にダメージを与える。また立地点の地盤の強弱や、河川先の建物が、 震災などにより倒壊する際に引きずられ倒伏することなどがある。材料力学の観点では以下の公式が知られている。電線の単位長さ重量を W ニュートンマイメートル電柱間距離を BM 最低点の張力を TN 中央のたるみを HM としたとき、フォーミュラ1この際の電線の長さを SM とすればフォーミュラ アメリカでは1844年にメリーランド州ボルチモアとワシントン DC 間の40マイルについて電信回線が付設された。これはサミュエル・モールスによりなされアメリカ合衆国議会が3万ドルをモールスに与えることで実施された。このケーブルは当初鉛により被覆されたものを7マイル分だけ地中に付設してみたものの通信不良であり鉛被覆を除いて 電柱仮設することで成功した。この際はシントニュースペーパーし2844年2月7日、700本の栗製の柱の買い付け広告が掲載された。これらの一部はクレオソートによる防腐加工が施され、80年後にもまだ強用されていた。電柱の存在は欧米の都市部では一般的ではない。パリやロンドンでは電線の地中化が100%となっており、 完了している。また、ニューヨークでは、約70%が地中化されている。今日では、電線や電話線の指示用としての印象が強いが、初期には、電気通信用の電線の指示用に、日本全国に普及したことから、電信柱、電信柱、電信柱と呼ばれることも多い。東海、近畿地方では、電信棒という呼び名も存在する。電力会社や、 電信用以外の通信会社に所有されている電柱を電信柱と呼ぶことは正式には不適当となるが一般故障として呼ばれることはある。鉄道では電閣間において河川の指示に用いられるものを河川柱と呼ぶ。北原によれば日本に初めて建てられたのは電信柱であり、電信の供用が始まったのは1869年の東京、横浜間である。 この時代は、電信から電話への技術的移行期であり、まず電信専用のものとして、幹線のネットワークが1870年代に形成され、1889年には電話の一般への供用も開始されるようになった。電力会社が登場したのは1883年の東京電灯が最初であり、この当時は電信柱、電話柱、 電気柱はそれぞれ一定の法規なく、線路管理に、入り適宜に必要な土地及び映像物を使用し、あえて故障なく円滑迅速に処理されていたらしく正確な設置状況がわかる統計は部分的にしか判明していない。この時代の電信電話は、真空管の発明以前でもあり、多重通信の技術はほとんど存在せず、一回線に、 1> 月1本本本のののの通信信線がが必要であった。そのたた。そめ1本の電信電話柱に数十本の線がなされていた電柱の設置について、当初は権利関係が曖昧であり1880年代に設置が拒否される事例が急増した。1890年に制定された電信線電話線建設条例によって、電信と電話の道路専用に法的保護が与えられ、 精信省は道路へ自由に電柱を建設することが出るようになった。しかし、これは道路行政を干渉する内務省の道路監督権限の侵害となり、また道路交通の障害となる電柱も多かったため、内務省は1919 19年に成立した道路法で電信電話の道路専用に関する優遇措置を撤廃し、 1936年及び42年の内務停診療所協定によって、電信線電話建設条例の問題点が全面的に解消された。日本初のコンクリート電柱は1923年に建てられたもので、一般的な円柱形のものとは異なり、四角柱形のものであった。この電柱は2010年代においても箱館てに現存している。 中部電力では2006年から電柱の管理番号を利用した位置情報提供サービス。ここ、電柱を施行していた。現在は終了。電柱は従来木製のものが多く、富山県では電柱材用の杉品種である、ボカ杉の栽培が盛んに行われていた。昭和初期頃から耐久性や耐火性に優れたコンクリート製の電柱が製造され、端現在では、 これが主流となっている。コンクリート柱は、昆虫と略称される。現存する最古のコンクリート製の電柱は、函館市末広町にある1923年10月に、函館水電、現在の北海道電力によって建てられた4、角水系ののである。この他にも鋼管柱や、後半組み立て柱などがある。日本の木製電柱は、 木材防腐特別措置法、1953年から1994年により、木材保存材による防腐処理が必須とされていた。これに着目して、使用済みの木製電柱を回収し、ガーデニングやオブジェ用として販売している業者がある。電柱には上り降りをするための足場となるボルト、足場ボルトが一定間隔で設けられている。このため、 電柱を伝って高層階に侵入する泥棒も少なくないと言われているが、電力会社などに頼めば、任意の部分までの足場ボルトは外してもらえる。コンクリート柱は骨組みに鉄筋を使用した中空構造であり、片枠に鉄骨をセットし、コンクリートを注入することで製作する。その際型枠ごと1分間に140回転ほど回転させ遠心力をかけることで、 空構造を形成する、遠心形成。10分ほど遠心力をかけると水分とコンクリート成分が分離し、中空部分にのみ水分が集まり、これを抜くことで形成され、乾燥させた後、型枠から外し完成となる。コンクリート柱は約1.2トンの横曲げ強度、設置時におよそ風速60メートル程度の風圧に相当に破壊されないよう設計されている。 コンクリート柱には、継ぎ目のない、一本物と呼ばれるものと上下に分割された電柱を、中央部のフランジと呼ばれる円の部分同士を十数本のボルトとナットで固定する、杉柱継ぎ0または、二本杉と呼ばれるものがある。長さは、一般的には7メートルから17メートルの間に1メートル単位で、設定されており、さらに同じ長さでも中の鉄筋の本数や太さ及び、 電柱時の太さの違いなどを長さを表す数字の後ろにつけたアルファベットで区別している。次柱は一本ものでは運搬が困難な場所に用いられることが多く、基本的には現場で接続される。また、必要に応じて18メートル以上の特別な電柱が使用される場合もあるが、その場合も運搬の都合上次柱が用いられる。数値は標準的なもの。 一部の平野部、山間部、港湾部では22から 66KV 送電線が 6.6KV 高圧配電線の上にかけられている。電柱を見ることができる。低圧配電線は、東京電力は3小3線式と、単相3線式を併用。栃木支店管内のみ3小4線式中性線は、共用している。北海道電力や東北電力などでは、明かり道、 共用参照4000式を採用している。参照、第三種電気主任技術者試験参考書など。電柱1本あたりの価格は8メートルのコンクリート製電柱の場合、約4万5000円参考である。通常は競争入札方式による調達のため価格はその時によって変わる。電柱は全長の6分の1ほどを地中に埋設することで、 設置されている。電柱の設置間隔は一般的に約30メートルとも言われるがこれはあくまでも目安である。伊て柱位置は地形や土地所有者の移行、埋設物の有無などにより決定されており、また設置後に移設されることもあるため設置間隔は必ずしも一定していない。電柱には作業用の鉄製の足場、ボルトが取り付けられている。 電柱の所有権は不設者である。電力会社、通信会社などにある。所有者はプレートなどで表示されており同じ電柱に複数の事業者の管理番号表示がある場合、東京電力管内では最も地面に近いところに、表示のある事業者が関西電力管内では上部に、表示のある事業者が所有者である。逆に、管理番号表示で、ともかまたは、 ともと記載のある事業者は、自社の所有でない電柱である。また、中上品圧機が設置されている電柱は、電力会社の所有物であることが多い。都市部など密集した地域では、電力会社と通信会社が、相互に同じ電柱を利用する場合が多く、これに加えて自治体の管理する街路等も併設してあるケースも多い。基本的に電柱に、電線、 通信回線などのケーブルを仮設する場合は、電柱の所有者の事前許可が必要であり、ケーブルを付設する事業者は所有者に対し電柱の利用料、もか料を支払う必要がある。また、地区によっては、電力会社と通信会社が交互に電柱を立てることによって利用料を相殺している場合もある。ただし一本の電柱にあまり多くのケーブルを仮設して、 しまうと、電柱の大きさ、強度によっては、ケーブルの張力や重みによって、電柱の接損、倒壊といった事故につながる可能性がある。そのため、電柱の所有者の判断により仮設を拒否する場合も、ある。電力と通信で共用されている電柱の場合、基本的には、高い位置にあるのが電力線、低い位置にあるものが、通信線、電話線、光通信ケーブル、 ケーブルテレビの同軸ケーブルなどである。行動に付設されている電柱はその道路管理者から道路専用許可を得て設置している。最近の共同工枠に自治体の所有で電気、通信事業者等は専用使用権を取得し、専用料金を支払う。専用料金は各自治体などが条例によって設定しており、一例として群馬県沼田市では、 電柱一本につき1ヶ月あたり133円である。私有地に設置されているものについては原則として、私有地の所有者に対して、専有料金が支払われる。電柱の広告の始まりは1890年5月時に新報社が、東京電灯の電柱を使用して、広告の掲示を求めたことである。これを許可した、警視庁は一柱に一枚。 広告により群衆ができて、往来の妨害がある場合は察すべしという規制を作った。優先創業者の宇野本忠はケーブルを一旦設置してしまえば行政も簡単には撤去できないと電柱の無断使用を組織ぐるみで行い社会問題化した。この事件は1970年代の歴代内閣の申し送り事項となった。 また優先ラジオ放送についても契約後の工事を迅速に行うため法令を無視して工事を行い、さらにひどい場合には季節電線を切断して自社のケーブル仮設を優先させたりもした。国会においても、ハエを追い払って一時そのあたりにハエがいなくなったと思ったら、またハエがたかってくるといったゲリラ的と申しますか。なんと申しますか。誠にどうも。 言語道断な現状にあります。1977年4月27日衆議院、停審委員会とまで言われている。このことから、1985年8月20日に、優先ラジオ法違反で、宇野元忠ただ社長た幹部が逮捕されている。1994年に、同社は、関係正常化宣言を行い新規に付設する。 ケーブルの電柱使用に際し事前に許可を取る方針に転換するが、以後も過去に付設したケーブルの電柱使用料の支払い等をめぐり問題は、実者、宇野康秀になるまで未解決のままとなった。その後、康秀が社長に就任してからは、非合法状態のままでは電気通信事業者として認可しないなど、監督官庁の動きにより、 本格的に事態の収集が図られ2000年4月には電力会社 NTT 等との間で3に遡った生産が完了した。日本では道路に沿って電柱が立ち並ぶ風景が各地で見られる。東京23区の電柱地中化率は約7%である。また、日本全国の電柱地中化率は約2%である。 2011年の東日本大震災では、電柱の倒壊や、電線の垂れ下がりが問題となり、電線地中化による安全性の向上や社会インフラへの信頼性の向上が課題となっている。2016年12月に、電柱の新設抑制や撤去をして、無電柱化の推進することを政策目標とした、無電柱化の推進に関する法律が成立した。 愛知県名古屋市南区、滝春町、名鉄とこなめ線大道町駅そばにある、中部電力系列の設備会社、東エネックの教育センターには、電力河川作業員の研修用として建てられた、多数の電柱があり、川を通る名鉄とこなめ線の大江駅、大道町駅間の車内から見ることができる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。